毎回いつもやってますけど、体さばきですね。こう正面、1、2とこっちわけ、1、2、ね、はい、そうですね、ごめん、はい、それですね、1、2、こう入りますよね。で、上がる瞬間にこれに足が入る、ね、これ自動的に、その時にこれをね、曲げすぎると足が出ないんですよ。これ伸びないとこの足が出てこないから、ここはね、特に膝っていうか仙腸関節でも緩ませないで、これを伸ばしておいたら、そうすると腰が、これが気にといて腰がこう足切れて足が出てきますよね。これ入れて打つ、引くように下ろすのに合わせてバン、回転して引き寄せる。これは最初の転換のバン、ここの形が出てる。1、2、3、4、5、6、これを単純転換でこう引いちゃうと、ここも取り損ないますよね。体がこっちに回りますから。だから足引くやつはね、あんまりね、技の要所要所そんなの使わないんです。それよりも最初のこの、これを取るためのハーフターンを使うから、そこをよく稽古しないといけない。この肩を打たせるぐらいの強みで、頭を突っ込まないで、これは反対、少し引き気味に、引き気味に、下から入る、これは素振りとして、下から入る、そうするとプレッシャーを感じにくい、これをやろうと思って突っ込むと、余計これが近くなって怖くない感じますから、引き気味に足から入る。引き気味に足から入る。内方もはっきり。必ず相手にこう足から入れるように、これをはっきりこう見せてやる。特に初心者なんで潰しちゃうと。1、2、そして慣れてきたら、はい、はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。右で打ったらね、左足から歩いて4歩使って、ね、あの後ろ蹴りと流しの蹴りやってみましょうか。こう1つ取りますね。これから転換、ここは一挙裏、こう大きく引いて、向きがこう変わった、この一挙裏、ここに体重かかってますから、右裏でも一緒、マット来て引いたら、そこに回転かけてこう半身になってるんで体重かかりますね。これがこうずれてると半身とあの力の動線が合わないから、力がかかる方向に半身合わせる。はい、左、下から半身側面、一挙裏技集中、はい、こう取り入れる吸収、側面、転換、はい、上げて、吸収、これを受けに半身でいきます。1、転換、ゆっくり、こう前足かかりますから、後ろ足から2、ここで落とす。この時は前受け身と一緒で、この大腿部のところにこう整って、この軸でバランスを整えるようにしてください。そしてさらに2本。右で打ったら、右の膝を引いて後ろで。受け身は2種類。後ろの膝を打ってこう、取るか、前の足を引いてこれを突くか。だから私、少年部でこの2種類の受け身を打って。で、この技の打ったら、これ1番目。後ろの膝を突く、2番目、前の膝を突く。だからこれでいけば2番目の前の足を